日本のものってなぜこんなにも革新的でデザイン性があって高品質なのかしら。フランス人女性による日本製品にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのアコです。今回はなぜ日本人しか作れない日本製の日用品に世界が驚愕する理由とはの話題です。海外、なんでこんなに違うのか。世界の人々にとって日本製品は日本人の想像以上に強い人気があるようです。その理由として、高い品質の日本製品なら安心と考える世界の消費者が多いのはもちろんのこと、日本人消費者の厳しい判断基準にあります。バブルを経験し、海外旅行により世界の至るところで買い物の経験のある日本人消費者は、洗練のされ方、商品の品質や安全性、デザインやラッピングの仕方まで中身や外見にもこだわり、判断基準が厳しいと言われています。その日本人消費者のお墨付きがついた製品が多くの外国人さんを驚かせるようです。さて、今回ご紹介するのは日本に来日しているフランス人女性のエピソードです。彼女も様々な日本製品に触れ、とても驚いたと語っていました。一体どのようなものに驚いたのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私はフランス人。夫の転勤に伴い、日本に来てこちらで娘を産んで、かれこれ4年になるわ。私自身もフランスの企業の日本支社で働いていて、その間娘は日本の保育園に通わせているの。日本に滞在してから数え上げればキリがないけど、生活の便利さ、快適さを実感しているわ。まず、コンビニエンスストアが充実している。24時間営業が日本では当たり前なんて知らなかった。美味しいお惣菜から日用品まで、欲しいと思ったものが一箇所で揃ってしまうし、スイーツまで種類が豊富。しかも多機能の ATM やコピー機で用が済むし、宅配サービスもあれば切手も買える。スマホの充電もできる。そして引き立てコーヒーを安く飲むことができて、しかも美味しい。フランスでは何軒回ってもお目当てのものが見つからないうちに閉店時間も迫ってきて、もうこれでいいかと妥協していた日々を思い出すな。コンビニ一つあれば、一日のほとんどの用事が済んでしまうと言っても過言ではないくらい設備が充実していて、しかもそのコンビニは少し歩けばすぐにまた別のコンビニがあって、あちこちに店舗があるからびっくりよ。それに、日本での生活に慣れてきた私が活用しているのが宅配サービス。ネットショッピングを楽しんだり、スーパーから重い荷物も届けてくれるから本当に助かっているの。荷物の扱いが丁寧で、指定した日時に届けてくれる正確さに感動しっぱなし。どうしても自宅にいない時間帯が多いから、玄関先に置き配してもらう選択もできるし、その場合も荷物を盗まれてしまう心配がないというこの安心感。フランスってそんなことやるなんてもってのほかよ。置き配なんてしようものなら、どうぞ持って行ってくださいと言っているようなものなんだから。普通に届けてもらう荷物でさえ、時々迷子になるし、品物の破損や間違いも起きがちで、宅配は届くまで不安でいっぱいだったから、日本に来てから宅配のことでヒヤヒヤすることが全くないの。そして日本に行ったことがないフランスの友人に話すと、嘘よ、と驚かれるのが、食事の際、テーブルにスマホを置いたまま、席を外してドリンクを取りに行っても大丈夫なこと。これは夫の話になるけれど、彼はある日、うとうとしてスマホを電車の中に置き忘れてしまったのだけれど、同僚の方が教えてくれた要領で、乗った地下鉄の路線を調べて、スマホの場所を特定させ、駅に取りに行くと、ちゃんと夫のスマホは届けられていたんですって。このことは、夫はもちろん、私も感激。人のものを届けてくれる日本人の誠実さ。電車でも眠ることができて、カフェなどで私物をテーブルに置いたままトイレに行くこともできる治安の良さ。会社帰りに夜の帰宅が遅くなっても、女性一人で安心して歩ける日本の街。そんな日本が大好きになったわ。生活の快適さを物語っているのは、便利ということ以外にもあって、それは日本製品の品質の良さだと思う。娘は今3歳でおむつが取れているんだけど、まだ赤ちゃんの頃、日本で初めて紙おむつを買った時に、とにかく種類が多くて迷ったんだけど、いろいろ試してみたのね。
安いのにたくさん入っていて、デザインもとても可愛いの。それに吸収がいいみたいで全然漏れもないし、しかもおしっこサインみたいな、おしっこすると青い線が出るのがついていて、替え時がわかりやすいの。かといって、日本で初めて子育てをしたから、その時はフランスと比べてどうなのかがわからなかった。この4年の間に数回、娘を見せにフランスに帰っているのだけど、日本から持って帰っていたおむつがなくなって、フランスで買いに行った時に思ったわ。値段が高い割に数量があまり入っていない。そして特徴は、全部イラストで解説してあって、文章説明がないの。安いものを買うと、お尻側が吸収剤のない部分が結構大きいみたいで、大丈夫なのか不安になると、案の定背中まで漏れてた。それから、日本でもおなじみのパンパースを買ったんだけど、日本のみたいにふわふわしていなくて、手触りがゴワゴワしているの。それで仕方なく、姉がパンパースプレミアムを分けてもらったわ。それだったら日本のと同じ手触りのようだったし、これならいいなと思ったんだけど、セールの時じゃないと値段が高いんだよね。その上のものになると、1枚50円するんだって。そんなの買う人いる？質の良いものが日本では安く買えるんだって思った瞬間だったわ。あとは、日本の家電製品は本当に質が良くて、壊れないから安心して使える。まずはオーブンレンジがすごいなって思ったわ。フランスってオーブンを使うことが多いのだけれど、オーブンが大きくて電子レンジは別で置かないといけないから、結構キッチンの場所を取るの。しかも電子レンジを温めるだけの機能。でも日本のオーブンレンジってコンパクトで、しかもオーブン機能と温めるレンジ機能もついたものが一体化している上、多機能なの。グリルとかスチーム機能もあって、レンジの下の方に例えばローストビーフとかポテトコロッケとか、こんなメニューが作れますよというのが書いてあるの。こんなのはフランスでは見たことがないわ。炊飯器もとても便利ね。炊飯器自体がまずフランスにはない。日本に来て初めて使ったんだけど、なんて素敵な機械なのよ。お米を研いで水を入れるだけでご飯が炊けてしまう。使いこなせるようになると、帰宅時間に合わせて予約しておくとか、炊飯器でケーキまで作れるなんて教えてもらって感激したのよ。これはいつかフランスに帰国する時が来たら持って帰りたいわ。でも電圧が違うから変換プラグを買わないとダメよね。それから洗濯機もすごい。水で洗えるし、早くて音も小さい。フランスの洗濯機ってスタートから終わりまで2時間はかかってたと思う。しかもフランスはお湯で洗濯するんだけど、日本では洗濯機の蛇口をひねると出てくるのは水だけで、日本では水で洗うと知ってびっくりした。なんで水で洗うのかな？お湯じゃないと汚れが落ちないんじゃないかと思ったけど、そんなことはなく、ちゃんと綺麗になるの。その理由として、フランスは水が硬水だから、お湯じゃないと洗剤の効果が発揮されないんだって。お湯で洗うと色移りがやばいから、洗濯する前は色分けして別々にして洗わないといけなかった。日本は軟水だから洗剤も溶けやすくて冷たい水でも綺麗に落ちるそうなの。フランスにいる時は水が硬水であるとかわざわざ考えたこともなかったな。生活する上でよくある水垢なんだけど、これも電気ケトルとかに白く残ってしまっていたのはフランスの水が硬水だったからなのね。これは水道水に含まれるミネラルが原因で、硬度が高いほど水垢が発生しやすくなるの。水を使う家電は定期的に水垢取りが必要で、これが面倒だったな。そんな感じで、そもそも水の質が違うから、日本のようなウォシュレットトイレを向こうで取り付けることはできなかったの。水の問題だけでなく、トイレとお風呂が一体化していて、電源コンセントの位置が部屋の上部にあるから、日本みたいにトイレにコンセントがあって、低い位置で温水洗浄便座をつけることができなかったから、日本にいる間はウォシュレットトイレを満喫しておこう。さて、日本の家電製品がすごいのは世界的にも知られていることだと思うけど、私は生活の中で何気ない日用品を使いながら、ことごとく便利さを感じているのよ。例えば文房具。日本に来るまでは文房具を当たり前に使っていて、それに対して疑問を持つことさえなかったんだけど、日本の文房具ってなんて使いやすいの？鉛筆の芯も HB が当たり前だと思って使ってきたから、
3B とか 2B とか濃い鉛筆があるなんて知らなかった。保育園に通う娘には 6B の三角鉛筆を持たせているわ。小さい子供にも持ちやすいし、しかもこんなに素敵なのは見たことがない。それに消しゴムが優秀だと思う。消しゴムは跡が残りやすくてカスが散らばってしまうけど、それは仕方ないことだと思っていたの。でも日本製の消しゴムはスムーズに消すことができるし、中でも特にトンボ鉛筆のモノ消しゴムが好き。柔らかくて綺麗に消えるし、跡にも残らない。消しカスは当然出るけど、カスが大きくなるから掃除はしやすいの。これは娘が小学校に通うようになってもずっと持たせてあげたいな。身近な日用品で使いやすいなと思っているのが食品ラップ。ラップそのものは、フランスのものはかなり薄くて、刃がプラスチック製ね。日本のものは厚みがあって、刃が金属製という違いがあるの。日本のものは取り出しやすくて、ちゃんと引っかかるようになっているし、刃がアーチ状にカーブしているから、スパッと一直線に切れるその切れ味が抜群なの。この素晴らしさを会社の同僚に話すと、何を大げさなと笑われたけど、彼女はフランスのラップを使ったことがないからそう言えるのよ。フランスのものって、ストッパーがないから、ラップを取り出そうとすると芯ごと出てきてしまうし、薄いからすぐにくしゃくしゃになってしまう。そして手にはまとわりつくくせに、全く粘着力がないために、肝心のお皿の方にはくっついてくれない。大きく切ってお皿全体を包み込み、お皿の下で留めるしかないというような使いにくさだったの。もはやラップというより、包装しているのかなと突っ込みたくなるような、よくわからない使い方をしていたんだなって思うな。安いものを買うと、カッター部分もないから、商品を開けたボール紙の切り口の部分で切るということになるんだけど、もちろん全然切れない。切れないから何とかして切ろうとすると、一回切っただけで箱がぐにゃりと折れてしまったことが何度もあるわ。そのことでイライラはしたものの、そういうものだと思って使ってきたから、特に不便とか感じていたわけではないのに、日本の力を入れなくても簡単に綺麗に切れるサランラップを使うようになってから、その便利さ、快適さに気がついてしまった。お皿に吸い付くようにラップがぴったりくっつくから、お皿の下まで包み込むようなことをする必要もない。そのラップをかけて電子レンジでチンすると、ある程度はふにゃりとするものの、分厚いから2回目くらいまで同じラップを使えたりするよ。それから、日本である CM を見て驚いたわ。それはサランラップの CM で、飲み物の入ったコップにラップをかけて、ひっくり返すというもの。それはいくらなんでも飲み物がこぼれるでしょうと予想したのに、予想を見事に裏切って、コップをひっくり返してから一度も中身がこぼれ落ちることがなかったの。それほどサランラップの密着性が高くて、コップにピタッとラップがくっついているからこぼれないのね。だから、一時帰国するときなどに、日本でラップを大量買いして、実家の母や姉、友人に買っていくととても喜ばれるのよ。あとね、日本にあってフランスにないもの。それはいろいろあるんだけど、主婦の私目線で選ぶとすると、固めるテンプル、これがすごく気に入った。調理用油を簡単に固めて、ポイッと捨てられるなんて画期的よ。フランスには効率的な油処理方法がないから、いつも困っていたのよ。日本のものって、なぜこんなにも革新的で、デザイン性があって、高品質なのかしら。次から次へと発明するし、元からあるものをさらにいいものに改良するじゃない。ネットで検索して調べてみたのだけど、日本はとても品質へのこだわりがあって、製品の大小よりも品質を重要視しているから、品質への飽くなきこだわりが高品質の日本製品を生み出しているのだそう。なぜ品質の重要性に気がつくことができるのか。日本文化は効率よく一生懸命働くことが最高の結果をもたらすことを社会的に理解されている国だから。人々がきちんと列に並ぶとか、雨の日に買い物客の買い物袋が濡れないようにカバーを提供するなど、高いレベルのサービスは日本のこの考えに基づいているのよね。同時に厳しい基準の品質管理が日本製品が国際的に認められる高い水準を達成できる理由。例えばカメラはその複雑な機能と入り組んだ作りのために頻繁な手入れとメンテナンスが必要で多額の費用がかかるよね。
写真は高いお金のかかる趣味だからこそ、一定の品質水準に満たなかったり、すぐに故障してしまうカメラなど、カメラマンは購入したくない。カメラを製造する一流企業のほとんどが、日本のキヤノンとかソニーとかの有名企業で、それらの企業はカメラ業界で高い市場占有率を持つとともに、他の技術においても秀でている。なぜこれらの企業が認められているかというと、製品が高品質であるから。高品質のものだけを発売して、一貫した成長と革新の結果、消費者にも愛されているんだよね。企業が高品質の製品を製造するから、消費者もそのメーカーを信頼して、その企業の製品ならばと進んで買うようになる。購入してくれる消費者のために、企業はまた努力をする。そうやって、消費者と企業との間に強い絆が結ばれていることで、企業はさらに発展していく。そして、そんな日本の優秀な技術力が集結した日本製品なら安心だと考えて、海外でも日本製品を買いたいと思う人が増えるんだよね。それは何も高級品に限ったことではなく、日本のチョコレートやグミなどの小さなパッケージ一つにしても、開封可能なジッパーがついていて便利なだけでなく、可愛いデザインだから商品の魅力が増すよね。そうしたちょっとしたところにも工夫やサービス精神が感じられるの。ここで私が話した日本製品はほんの一部ではあるけれど、共通して言えることは、日本製品は品質が良くて壊れにくい。そして安全性が高くて使いやすくできていてとても便利。それはつまり、使う人のことを考えた思いやりの精神、おもてなしの心で作られているからだと思う。消費者がこうだったらいいなと思うもの、その消費者の意見を取り入れて、企業はその思いに応えようと、いい製品を作ろうとする努力を惜しまないから、いいものが生み出されるのね。評価され、代金をいただくのに値するものづくりをしているから、日本製品は世界からも認められているのだと思う。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。自分は1年前に3週間日本に滞在した。あれは最高の経験だったよ。世界は日本から多くを学ぶことができる。日本人はどんな仕事にもプライドを持ってるんだ。そして日本製のものはいつでも俺を驚かせるんだ。どんな製品でも日本製は品質が保証されている。イラストレーターの私の友人は日本製の消しゴムにしか価値を見出さないから、いつ販売休止になってもいいように買いだめしてる。品質が良いものは長く使えることができる。結局はそっちの方がお得なんだよね。日本製のものを使って初めて分かったよ。日本製品を一度使ったらもう後には戻れない。さあ覚悟して使えよ。日本の文房具は本当に素晴らしい。ペンで文字を書くという普通のありふれた日常の行為が私たちに小さな喜びをもたらしてくれる。その瞬間に品質の高さに思いを巡らすことができるの。日本のラップフィルムの凄さに驚いた一人よ。使いやすいしこぼれない。うちの国のラップときたら、あーなんでこんなに違うのかしら。以上が海外の反応です。高い品質と技術力で世界から称賛される製品を次々と生み出してきた日本。世界から見ても画期的であったり、シェア率が高かったりする日本製品は、私たちにとっては身近な製品ですが、世界ではより魅力的に捉えられていると誇らしくもありますね。今私たちが何気なく使っている製品でも、もしかすると場所や使う人が変われば、また思わぬ魅力や使い道が見つかるかもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、アコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。